オースチンのボンネットの装飾品オースチンはイギリスの自動車メーカー。参加企業となった後も自動車ブランドとして1987年まで使用された。現在、中華人民共和国の有力メーカー、南京議社がその商標権を報じしている。オースティンと表記される場合もある。1910年頃、ロンドンロングエーカー通りにあったオースチンモータースのショールーム。 オースチン7ボックスサルーン1926年型、オースチン 12HP アスコット1935年型のち、ハーバート卿と呼ばれるハーバートオースチンは、ウーズレイツールモーターカーカンパニーの工場長で、ウーズレイ社で1896年には自動車を製作していた。1905年にオースチンモーターカンパニーをロングブリッジに設立し、後ウスターシャアに移る。 最初の車は、保守的な排気量5リッター直列4気筒のチェーン駆動モデルで、5年間で約200台を生産した。第一次世界大戦中英国政府の調達を受け、大砲から飛行機まであらゆるものを製造し、2500人だった、従業員は22000人へと増えた。これによりオースチンは大変な成長を遂げた。戦後、ハーバートオースチンは 3620cc。 出力 20HP のエンジンを中心としたワンモデルポリシーを掲げる。一つのエンジンで乗用車、商用車、そしてトラクターまでをも製作しようとした。しかし、膨れ上がった工場規模を満たすだけの需要は起きず、1921年に完財人の手に委ねられる。しかし、そこで金銭面を整理した後会社は再び開花することになる。 1922年 1661cc のオースチン12、続いてオースチン7が小型車市場に投入された。7は低価格の小型で簡素な車でかなり早い時代に大衆車市場を狙ったモデルと言える。この7はドイツの BMW の最初の自動車デキシーとして、そして米国のバンタム、フランスのローザンギャールがライセンス生産を行ったモデルでもある。 日本のダット自動車が製作したダットソンはライセンスを受けていなかったが7ナナの車両デザインを使用し非常に似た車両となっている。日産自動車の車種では触れられていないがオースチンの車種では日産との関係があることが触れられている。1929年から1934年までは米国市会社がアメリカンボースチンカーカンパニーとして活動した。 この会社は1937年から1941年にはアメリカンバンタムとして再興している。オースチン7により最悪の強行時を切り抜け、1930年まで利益を確保し続けた。数多くのシリーズを生産し、順次オールスチールボディ、ガーリング製ブレーキ、シンクロメッシュ付きトランスミッションに切り替えられていった。エンジンだけはサイドバルブのままだった。 1938年には宿敵のモーリスからレナードロードを役員に迎え入れる。1941年にハーバーとオースチンが亡くなるとロードは会長職に就く。第二次世界大戦中もオースチンは車の製造を続ける一方でトラックと飛行機も生産した。1944年には後に戦後型となる車を発表し、1945年に 生産を開始している。戦争直後のシリーズは1930年代、後半のものと大きく変わってはいなかったが、オースチン発の16発歩ハフエンジンを搭載していた。1952年にナフィールド・オーガニゼーションと合併し、ブリティッシュ・モーター・コーポレーションとなる。レオナルド・ロードが BMC でもトップとなり、オースチンは新会社での派遣を握った。ここで、 オースチン製エンジンがほとんどの車で使われるようになる。日産でのライセンス生産また、1952年、日産自動車とオースチン車2000台をノックダウン生産し、オースチンブランドで販売する契約を結ぶ。この契約には3年以内に部品すべてをローカライズする条項も盛り込まれていた。A42 はデボン、サマセット、ケンブリッジの3世代があり、 日産自動車はノックダウンでサマーセットを組み立て販売した。英国での A40 は1954年にサマーセットからモノコックボディとなったケンブリッジへ置き換えられていた。ケンブリッジは A40、A50、A55、A60 の各モデルが作られたが、日産自動車は1.5リットルエンジンの A50 を選択、ノックダウン生産を継続し、 販売した。部品は順次日本製に置き換えられ、1956年からはすべての部品が日本製となり、A50 は以後完全国産化されて販売されたが、当時の日本車としては超高級車だった。後にセドリックがその後継となる。ミニ誕生なのオースチン版はサザナビグリルが特徴モンテゴ1956年末月期集結により、 石油の枯渇が囁かれると、ロードはアレック・イシゴニスに新車の開発を依頼、その結果、革命的と言われるミニが1959年に誕生する。ミニは、モーリスとオースチンの2つのブランドから販売され、それぞれの社名は、モーリス版がミニマイナー、オースチン版が7となった。横置きエンジンの前輪駆動で、ギアボックスをオイルパン内部に置き、 エンジンオイルをその潤滑にも使うというイシゴニスのパッケージコンセプトは、1963年のオースチン1100、1964年のオースチン1800、1969年のオースチンマキシ、1973年のオースチンアレグロ、1980年のオースチンメトロに至るまで貫かれている。1982年にブリティッシュレイランドは、 オースチンドーバーグループと社名を変更。オースチンは低価格ブランドと位置づけられる。メトロ、マエストロ、モンテゴでの作りの悪さとサビの問題が悪評を呼び、オースチンブランドは1987年に収束する。なお1979年にオースチンドーバーグループは日本のホンダ技研と提携し、1980年代に入り、トライアンフやローバーブランドで ホンダのモデルをベースにしたバッジエンジニアリング社や共同開発車種を送り出した。その後オースチン・ローバーグループはローバーグループへと名称を変更し、さらに1988年には経営権をブリティッシュやロスペースグループへと売り渡すこととなった。オースチンの商標権は1995年に行われたローバーグループの買収により BMW に渡り、その後、 MG ローバーに売却された。しかし、MG ローバーの破綻により、現在では、歴史的価値のある、ロングブリッジの組み立て工場と共にオースチンブランドは、中華人民共和国の南京議社が所有するところとなっている。2006年5月の南京国際博覧会において、南京議社のワン社長は、オースチンの名前は、MG ローバーモデルの改良版に使用するかもしれない。 少なくとも中国国内市場ではと語っている。EN オースティン7ハットや1932年型ダットソンクーペ。ありがとうございます。